よし、今は魚鱗集めてます。ザンギエ、今魚鱗集めてます。よし、魚鱗とエクトプラズムネットを集めてます。結局集めることにした。なぜかって、なぜかって、なんでだっけ、なんでだっけ、忘れちまったよ。ネットを見切りゃ どっちにしろ覚えないといけないから、その過程で魚鱗も手に入るじゃないかと思って。そうなった時さ、フォルネス倒してたらさ、せっかく魚鱗ここ手に入れたぞってなっても、もういらねえじゃんってなる。それがちょっと悲しい、悲しすぎるじゃない。それはどうせならもう全部無効化したいな、あいつ。ほんと恨み骨髄だから、あいつに。フォルネス野郎、あいつバカ野郎、ずっと恨み骨髄やつ。魚の鱗をくれ。魚の鱗。っていうかフルブライト太陽風使っていい。だって考えてみてくれよ、こいつらに超重力ってターンの無駄じゃねえか、ターンの無駄じゃねえか。長引くんだよね。ここで太陽風使ってれば終わってるわけじゃない。ちょっと考え物だな、これ。超重力強くなんないとね。ティビリースもうちょい早く動いてくれよ。まあでもティビリースにスピードを求めるのはここか。この見た目に、この見た目におよそ期待できない。てか魅力いくらあるの、ティビリース。魅力いくら、13とか。まあでも競争やってたぐらいだから18ぐらいあるかも。魅力14。下のものついてきてねえじゃないか。14、誰が一番魅力あるの。シャーレ、やっぱり俺じゃん。22って、さすが王族。シャーレ18。まあな、透けこましてるからね、こいつは。王女13。そんなことはないぞ。男の魅力あるから。フルブライト14、金に物を寄せてから。フルブライトあるぞ。何が魅力なのか、そんなの測るな。再生数で測るな、ボート。ボートは男人気があるんだ。男視聴者人気。業界視聴率は高いぞ、ボート。そういう実況者になってほしい。スマホを見ていました。さあ見るわい、どんだけこいつら顔見とんじゃん。ワンネス、ワンネスの顔。よし、もういいよ、ワンネスは。ワンネス、やっぱ超重力使おうかな。超重力使おっかな。てかアークインガルどっち、こっち。バックを取った、好きにしろ。超重力使うよ、使えばいいんだろ。使うよ、使えばいいんだろ。最近体伸ばしてねえな、なんかちゃんと動かさんだな。
下半身は別に歩くじゃん普通に。だけど上半身でさ、ほんと動かさないよな。上半身危ね、逃げそうになっちまった。逃げちゃダメなんだよ、逃げちゃダメだ。上半身でほんと意識して動かさないとさ、絶対動かさないもんな。しかも下半身のような有酸素運動しないからさ、歩くみたいな。上半身の有酸素運動ってなんだろうね。空手、空手の方、家の中で空手の方やるから。もうこのままずっとネット見切りなかったら俺はカツを入れるからな、空手の方で。こいつは生きるぜ。フルブライト、お前もどうだ。グビフル、こいつは生きるな。これは生きるわい。アルチュ、ひたすら酒飲んでる。うなんか来た。どれだ君は。あれ、エクトプラズメント使うってリーパー。お前死神のかもか。あん、帰れ。変わり身がやべえな俺。死んだよ、早いな死ぬ。強いんじゃねえのか。てか魚じゃねえな、魚シンボルだったらアークインが出ねえわ。あの変な、なんかアンモナイトだ、アンモナイトシンボルだ。アンモナイト、アンモナイト頼む。ネット見切り今こそ。なくてもいけんじゃねえの、ネット見切りなんて。どうせいけるだろ。よし来た、人狼。人狼やってろ、人狼は。人狼は人狼やってる。人狼かっこいいポーズ。でも自分で動かさないとかっこよくないんだよな。人狼のキャラクターを自分で動かすってめっちゃかっこいいけどさ、でも敵の人狼ってほんと意味ないよね。かっこよくて自分で動かせるからかっこいいんですよ。これはヒントになるかも。かっこいいというものを考える上で操作できるからかっこいい。だとしたら俺も誰かに操作されなければいけない。そしたらかっこいいって誰ですかね。さあネットを使え。もう巻きつくな、もう抱きつくな。ポイズンソビット。何がポイズンソビット。一番いらねえよこの技。もう左上のあれだけ見てる。これは左上の入り口だけ。出口。事務所。あの事務所だけ見てる。これは休憩室。あの中にです。狭い。2畳、中3畳ぐらいで。中には机と書類とあとパソコンがある。あと椅子がもう一個ぐらい。よし、事務所に思いを馳せてる間に。さあもういいだろ、もう10回ぐらい回ってるわ。もうネットで10回ぐらい回避してるっつう。いい加減にしろ。さあ来るぜ、ネットの極意、インターネットの極意見せてくれ。インターネットの極意見せてもらうよ。さあ頼む。さあもう一回押すぞ。怖い、怖くて押せない。爆裂。いいじゃん、もう2体生きがいいね。
息がいいね、アークウィンが。今日2回目？何回目だよ、これ。何分の1なの？ 10 分の 1？10 分の1ですか？解放されて、この世界からアビスから。大体俺このぐらいのタイミングにあると早く次やりて次にやりてって思うんだけど、今回意外とそうでもないんだよ。意外とそうでもない。割とこの段階でもまあまあ楽しんでる自分がよ。その後これもネットを覚えるためです。ネット見切りというこのひらめき、これのみが俺を支えている。寒い。マジで寒い。一回座ってみてほしい。一回新助展を開催したときはさ、俺のこのクーラーの角度を完全再現するからさ、そこ座ってくれ。マジで寒いから。マジで寒いんだよ。新助展を開催する。いやマジで使わねえな。データによると 13% 使えるらしいんだよ。8分の1じゃん 13% って。超使えよ。なんでこんな使わねえの。てか奥義って使った回数なの。ちょっとまさかの奥義って調べてみようか。ここに固まる。どれ？長さが3。ごっくり。回数。は？ふっそ。人生。うざすぎねえか、これいくらなんでも。こんなこと、これ。石に直すって方法は。ちょっと待って。石を直す術あるかもしれん、どっかに。なんだよ、このサイト。精神異常、石化を除いたあらゆる状態異常回復できる。あらゆるじゃねえよ、それ神秘の水。太陽再生功、石化を除いた状態異常回復。なんでなんでそんな頑なに石化を回復しないわけ。なんなんだよこれ。本当に役に立つんかよね、ネット見切るなんて。本当はいらねえんじゃねえの、こんなの。僕に対する。アザラン極意で習得できるかどうか、消費 WP で決まっている。消費 WP が低いほど極意を習得しやすく、高いほど習得しにくい。見切り技は技によって固定ですが、大体 10% 強。くらいに習得できますか。 10% 強か。まあそんなとこだろうなとは思ってた。 10% ぐらいだと。15% ぐらいでいいね。まあ8分の1でどうかな。多分お前じゃねえんだよ。もうちょっとデータを、もっともうちょっとデータ掘れば実は 20% でぐらいで覚えるかもしれないみたいな書いてあるかもしれない。そしたらそっちを信じる。なお極意の習得は1回の戦闘でさらに4つまで、また使うために極意を習得するかどうか判定されて、じゃあ3回エクトプラズムネットを回避したら3回チャンスあるってことは？マジ？
へえ。待って面白いこのサイト。面白いぞ。お、あった、極意習得率見切りの。見切り回避8%。極意習得確率ね。ちょっと待って、ちょっと待って。8%? ネット。マジ？え、なんか 8% って書いてあるんだけど。え、ブレードロール 7% って。何それ？ちょっと待って。見切り極意、軒並み 10% なのよ。なのに、ネットに関してはなぜか 8% なんだけど。なんでや？なんでそんな厳しいネットが。いいじゃないか。ってことは、じゃあもう、これずっと、待ってた方がいいってことね、これ。待っとくか、じゃあ。じゃあ、一回で諦めない方がいいな、ネットは。ってことはだよ、一回の戦闘で、2、3回ネットを食らえば、まあ、20% ぐらいの確率で、覚えるってことだよな。そいつはつまり。じゃあ、それを待つか。そもそもこいつがネットを使う確率からして 10% ぐらいなの。それの 8% ってあった100分の1じゃないか。1回のこのこいつの攻撃で攻撃の期待値が100分の1ぐらい、100分の1でひらめく確率のあるネットを使ってくる。もうよくわからん、よくわからんわ。おい、もう帰るぞ、俺、いい感じ。あんまり、もうこれやめようかな、これもう。もう大丈夫でしょ、ネットなんてなくても。いるか、ネット見切りなんて。なんで俺の中でネット見切りいらねえんじゃねえの説が出てきて。よし。よし、一回。これまだ、まあ、全然耐える余裕あるし。もうちょい、粘ってこう。頼む。もう10回、ネット10回ぐらい使おうかな。ネット10回。ネット10回ぐらい下って。ネット10回ぐらい下ってからチャレンジしようかな。もう極意習得してる可能性もあるしな。これ食らうために決まるんだって。だからもし覚えたらここから先無駄骨なんだけど。こいつが一回出るたびだいたい。あ、待って、俺はもうすごいこと考えたぞ。すごいこと考えちゃった。8%なんだよ。詳しく 8.3% らしいよね。ってことは3回避けるじゃん。そうすると 24.9%。まあ、4分の1だよ。つまり毎回こいつが出るたびに、ネット3回もらえば、スライムを仲間になると同じ確率でこいつが起き上がるんだぞ。あれ、スライム2分の1だっけ？スライムナイトだ。これはもうすなわちいけるってことだ。4分の1だったらいけるじゃねえか。なんて思って、この気づいたか。ついにん、どれだっけ。気づいたか、ついに。麻痺からの教師、ほんと鬱陶しい。普通に気づいてしまったか、そこに。毎回4つ、毎回3回3度ネットをやめろ。それ、マイってなんか回避しはあんの？てかさ、魔王の盾装備さすか、これでいいんじゃない。魔王の盾巻きつき回避できるでしょ。1日3回目、よしだ。よし、2回目 16.6% 上昇中、まだ増えています。 8.3%、
16.6%、 まだ増えます。エヴァっぽくなってきたな。まだまだ増えています。確率はもう一度上げるぞ。俺はギアを。もう一度エクトプラズムネット。なんかこいつ一定ターン、これ多分一定ターン戦うとこれ使ってくるのかな。前も相当戦い長引いてからこれしてきたよな。メガサクション、サカナクション、さあもう一度頼むぜネット。なんか面白くなってきた。 24.9% やぞお前。そんなの。てかもういいんじゃねえの倒して。16やぞ。考えてみろ、16やぞ。いや心もとねえな。16は 16.6% ちょっとまだまだ KK にはいけない。経験にはいけんところ。もうやめろもうそれ。いやうっさマジで死ぬほどうぜえなこれ。巻きつき殺す。これ以上こいつ生かしちゃおう。もうある程度もう巻きつきはしてきたら、もう死刑にする。もう一定回数巻きつきしてきたら死刑制度を考案する。こいつはもう死刑。さあ 16.6% その力を見せてみる。16.6 やぞ。6分の1だからね。サイコロだよサイコロ。サイコロ振って1が出る。さあ一度振らしてもらうぞ。魔力あなんだこれ。死ねやさっさ。死殺さよ。ふざけんなこいつマジで。マウナで装備させるからさ。なんで死なねえんだよ。攻撃してなかったっけ俺。よし16もいけるわもうこんなもう。およしいきなり今まで使わなさすぎたの。ワンネッツ。あ、でも白上がった。よし。おお。マジか。これで3回。連続で来るとはな。もう一回行った方がいいか。ここは粘った方がいいかもしれない。赤木的な考えで。ここは引けるだけ。まあいいだろ。これで 24.9 か。これでもう十分。24.9 だぞ。スライムライダーと同じ。さあ、ピエール頼むぞ。ピエール。うりゃ。そりゃ。うりゃ。ピエール頼む。もう終わらしてくの、この悪魔。この悪夢を最後に。もう押せ押せ。きたきた。マジでひらめくんだなこれ。疑ってたよこれ。ないと思ってた。さあみんなで仲良くネットだ。みんなで仲良くネットしましょう。さあ行きますか。クリアしますか。まずお前だ。結界石。結界石こんなガンガン使ってもらってない。案外いらんの。すぐ下に回復があるし。まあ普通に4魔貴族倒すときに使っていいやろ。アイテムだったな。さあ。とりあえずウォードとか、合計削るしね。置いとくか。最高にしよう。お前たちは最高だ。サールも最高だ。
お前ら最高だよ。一個くれ。さあ、君たちに授与式。これ、コーレの鎧をね、あえてここで外してんの。あえて武神にして、生達は生達にするか。ちょ、コーレにして、こっちを、生達。からの亀の武術を、魚鱗。ペタッ。さあ、みんなに授与式をする。この魚鱗を、おでこを出してくれ。みんなのおでこに魚鱗を一枚ずつ貼った。これでの、本当にこれでなんとかなるんだろうな。半信半疑やぞ。全然信じてねえけど。現物人ですよ。友人でいいか。うん、現物人強いと思うんだけどね。現物人する。現物人でいいや。その後ろは俺や。さあ、どんぐらい強くなった？まあ、体力が繋がってないけど、まあ、術ポイントがみんな120ぐらいになったから、ボード以外は。それもでけえよな。おっと、セーブしよう。さあ、アビス、真のアビスの力を見よう。もう終わりにしようぜ、アビスは。あ、しまった、初動サーバント使えないな、こっちの。まあ、よい。ソウルブリーズリバイア長寿力。何が二段好きや。おお、一人だけ。おお、マジで効かない距離。おい、このおでこにありつけてある距離、そんな価値のあるものなんだ。本当に効かねえんだけど。どういうこと。おでこに貼った距離のおかげで。おいおい、通販で売るか、ギョリ。パワーストーンとして、本当に効果のあるパワーストーンとしてギョリを売り込むか。絶対売れるぞ。年商10億ぐらいなんですか。年商10億、年収10億とは言ってない。サムネ、なんでこればっかサムネになるの。俺聞きてよ。あ、めっちゃ回復した、めっちゃ回復したんだけど。これがゲーム。めっちゃ回復したな。ふん、何がマドさんだ。使えや、メイルシトローム、メイルクソシトローム使え。メイルクソシトロームを使ったらどうだい、ポルネアスカム。君の得意技なの、アホみたいにメイルシトローム。てか、太陽風かなり強くなったな。1400って言わなかったぞ。1100ぐらいだった。さあ、二人目のフェニックス。これでもう、これいくらだ、1700、1400、1500、6000かいったの。一旦に6000も強くなったな。よし、この回復量も侮れねえぞ。侮れないところ。ムーンシャインスクイッマイティーサークやめろや、そいつばっかり。で、減ってるやつばっかりだな、こいつ。減ってるやつから。このマッドサンダーとかに、これもかなり強いよな、マッドサンダー。何がマッドサンダーだ。これさ、ムーンシャインで回復するじゃん。そしたらそのターンの最後にさらにもう一回回復するからさ。これ美味しいな。玄武人強いじゃねえか。玄武人。侮れねえぞ。これが玄武の力。いや、低いな、回復量。なんで？なんでこんな急に低くなるの、回復量。ひょっとして、これ、太陽の地層だとか言うの？それひょっとして。あるの？見えないところで。太陽の地層とかあんのかな？
あ、安い、安い、それあるかもしれん。意味不明だったこんな。なぜか知らんけどムーンシャインがめっちゃ回復しなくなるやつ、現象、謎現象。大丈夫、いやいや、こいつメールストロム抜きでも結構火力あるじゃん。バカタレ、これで1万5000ぐらいかな、多分おそらく。かっこいい、かっこいいな、アスヒル。なぜかウォーダー持ってないアスヒル、覚え忘れた。そしてサムネ、サムネタイム 100% サムネになる。よし、いや回復のでけえ、これか現物。こんな回復してたっけ、ひょっとしてあれ現物層だとより回復するの。なあほら現物層じゃねえの、そいつを狙う。おい、フルグライトだけやめろよ。よし、ブルーライトなんかいつもなんか JP 遅れるの、使い遅れる、死亡率高い。やっぱあれつけてないから、あれつけてない上に容易に狙われる、どこにいても。フォートスーツ着てないから、私服だから、私服で来んな、ここに。よし、リヴァイアをまとった、フェニックスフルブライト、フェニックスをまとわしてもらった。お前の月は少々応えるので、お前の攻撃は少々応えるのでね。ムーンシャイン、フェニックスをまとわしてもらったよ。メールストロム使えよ、せっかく行為になってきたんだ、腹立つなこいつ。必要にティベリウス、フルブライトとティベリウス似てるんだよ、なんか似てねえのに似てる、ティベリウスとフルブライト、分かってくれ、似てないのに似てるという。さあ使え、早くメールストロム使わんでいいのか、フルブライトに聞くぞ、メールストロム。メールストロームを使わないでいいのかな、てか構図いいなこいつ、フォルネスの立ち姿が、姿勢とこの槍と水しぶきとマント芸術的、これがアビスの力か。とティベリウスが切れたか、おいおいおい、メールストロームしなくていいのか。ほぼノーダメ、これは爽快、いやもう余裕だな。まあ死ねえなら死ねえでもいいよ別に、そのまま死んでくれ、それで十分。いや十分じゃねえ、使え、メールストローム、アホみたい連打しろ、アホみたい連打しろよ、せっかくどんだけ苦労したと思ってんだ俺は、魚鱗集めに、どんだけ苦労して魚鱗集めてきたと思ってる。これで3万ぐらいかな。ああこいつはいいんだけどね、問題最後だよな、火力が足りるかどうかまず分かんないもんね、火力からして足りないかもしれない、術 P が足りないから。よし、素晴らしい回復量、マジで防御して、それでいいんだよ。聞いてる？聞かないよね。あ、聞いてんじゃん。聞いてんじゃん。そりゃそうだよな。そりゃそうだ。聞きはするだろ。あんなおでこに、おでこに魚鱗貼り付けただけでなんで防げんだよ。メールしたら。そうだ、偽の属性があるところかな。
まあ、じゃあ死んでくれ。もう十分だ。もう十分です。しかもちょっと多分ダメージ軽減してるっぽい。ストローム。もう十分である。メールストロームの一発屋だからこいつ。そうですね。メールストロームの一発屋からうまくやって、この地に登り、残ってるだけ。本来それほどの力は、これないですね。お前所詮メールストロームの一発屋。トークができない。お前トークができないのは知ってるんだ。一発屋に過ぎない。さあもうよかろう。スコールが効かないのにはこれだけでも。これ意外と地味に痛いんだ。いやいや、ここまで楽勝になるかな。アンフォルネーズは。魚鱗の力って言いながら、魚鱗とゲーム人、この体力も術ピンも上がるステータスなんてほとんどなかったのにさ、そこからここまで形勢逆転できたというのはすごいよ。アイテムと人権の力、俺たちはすごい。もう死んでくれ。間を繋がねえといけねえんだから死んだ。もうつなぐ俺の気持ちになる。つくな、二段。一段でしょ。もう死ぬでしょ。切実に雇いてえな。ダメージキーパー。ダメージキーパーを募集してます。YouTuber やすで。誰かなってください。ダメージをカチカチ計算するだけでいいです。椅子に座って調子よく。完全現武人で足りてるな、回復が。もうシャール何もしてねえ。一緒やってる。しかし、この額にあった魚鱗、ヘタベタあった魚鱗は無効化するぜ。マットさんだ。これが一番強いじゃん。マット、マット最強かよ。あれ、なんでそんな食らってんの。なんで。まあ関係ねえけどな。おい、つなぎがやべえな。どんだけつながせるんだろう。30分ぐらいつながないといけない。ホルネス戦。死んでくれ。切に願う。我切に願う。死んでくれ。少ないんだ。一段にしよう。何度も言いますが、一段にしてください。みんなのものです。二段好きは。よし。お前は強かったよ。しかし、間違った強さだった。もう結構上がんじゃねこれ。結構話しようこれ。期待できる？お、かなり上がる。かなり上がった。さあ、何も起きないでね。残り術ポイント見てくれ。これもうないよね。これない、ほぼない。ってことはこの分だけあと攻撃できるってことなんだよね。体力5万だとしたら、まあせいぜい6万。シリード、竜神降臨使えば JP 伸びるから、まあ、6万ぐらいなら勝てるとして。間に合うそこだよ。これ間に合わなかったら本当やばいぞ。これこのシリーズ自体は JP150 ぐらいにしないと分かんない。それを全部垂れ流すぞ。
140あればいいかな。よし、まあしかし次は最後の戦いになるかもしれない。